いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。久しぶりの背景になりました。はい、もうそうですね。優しく聞いてくださいね。温かい目で見てくださいね。久しぶりです。コーディネートの今日は配信となりました。久々に聞きました、そのキャッチフレーズ。こういうのを言って、笑ってくださる方と、本当にこいつねって思う方、いらっしゃるのすいません。ということで、はい、今回はね、もう本当にたくさん皆さんが ADMJ のバッグたちを愛用してくださっていて、はい、でも結構お問い合わせっていうか、お客様からも、実際に結構小林さん着てるお洋服素敵ね、どこかしらとか、いや、本当だよ。私もすごく憧れて、なんかブランドのことを教えてもらったりとかするんですけれども、そんな小林さんの、素敵なインスタグラム。ね、小林さんもすごいコーディネートいつもやってくださるので、はい、ちょっとそれを今度は、動画の中からも、またたまにはちょっとお見せしたいかなということで。はい、で、今回使わせていただくバッグは、これはですね、ごめんね、かまちゃん、ちょっと後ろ見せて、ボリューム592で、じっくりとご紹介したことがあります。これ、サイズは28センチのボストンバッグなんですけど、はいはい、素材がモーツァルト。そうなんですよ。はい。モーツァルトでお作りしたザ・ ADMJ の、うん、定番のボストンバッグ、はい。はい。オーセンティックなんだけれども、こんなコーディネートができるよっていうのを、ぜひ今回ご紹介したいなと思っております。はい、ということです。本当にいろんな素材で28センチを皆さん楽しんでくださってると思うんですけれども、はい、まあ私はすっかりモーツァルトという素材の虜で、はい、確かに、例えばシュリンクレザーと比べてしまうと価格帯は少し上になってしまうんですが、はい、やっぱりいいものずっと知ってらっしゃる方の目に留まると、あら、それいいバッグね、っていうふうに言われるのは、はい、やっぱりモーツァルトクラスになってくるし、なんか見る人が見ると分かるんだな、すごいな、世の中の人たちって言って、私も相変わらず、ね、なんかいい歳して、本当恥ずかしいんですけど、皆さんすごいなって思うし、あとやっぱりそれを持てることによって自分自身にちょっとこう自信がついくこともあれば、ね、なんかこうバッグに助けられてるというか、たとえ自分がちょっとファストファッションのところで買ったお値段の服を着ていたとしても、これさえ持ってればなんかちょっとよく見えるみたいな、なんか助けられてるアイテムの一つの素材です。はい、でね。今日ちょっともう先に多分このあたりの、はい、何しとんのと思われた方、はい、これちょっと小林さんもね、今日前職これ見ていただけるんですけど、モーツァルトのバッグ。こんな風になんかちょっと、持ち物のところにやってくれたのよ、はい。そうですね、スカーフで巻いてみました。はい。すごい。稲垣さん、YouTube で、スカーフ巻き方とか、はい、彼巻き方とか、検索すると、いろんな方がいろんな巻き方をご紹介してるので、どうすると綺麗に結べるよっていうところまで、解説付きで、やってらっしゃるので、私それを見て、今回。やったの？はい。いや、なんか私、これを巻く、なんか回をやるのかなって思ってたんだけど。意外にいろんな方がやってて、あえて我々でやる必要ないな、と思っていて。そうなんですよ。すごい素敵ね、スカーフを ADMJ で作ってればまた別なんですけれども、他社様のスカーフを使わせていただいて。そういうことで。そうなんです。はいはい、実はこの28センチのモーツァルトのボストンって、はい、まあ、きちんとしたね、コーディネートにはもちろんお使いいただけるんですけれども、まあ、最近そういうシーンも少なくなった中で、はい、カジュアルにこれ持つと相当かっこいいんだっていうのを今日見ていただきたいなと。そうですね、はい。28センチのボストンってどうしてもこうカチッとファスナーもあるし、はい、サイズ感とか、あるいはこうフォルムで、はい、割とエレガントなとか、あるいはスーツにとか、はい、きちんとした時、仕事にとかって思ってしまっていた方には、はい、今回ちょっとこうスカーフの、なんかこういうちょっと面白い巻き方も合わせて見ていただきながら、はい、もう思いっきりカジュアルな服に、はい、コーディネートは、コーディネートのお時間がやってまいりました。そうですね。はい、T シャツにデニムです、はい。もうこういうカジュアルなことに、合わせてもらえたら。そうなんですよ。これネイビーです。はい。はい。もうこれに白いスニーカー履いていただいて。はい。その T シャツにこの28センチのモーツァルトのボストンがどれだけフィットするかっていう。これこそ大人の、もう遊べるわよ、私。いくらでもって、どうっていう、こうね。はい、うん、やっぱある程度、
年齢いったマダムたちだからできるんですよ。そうですね。あえて使わせていただきますよ。小娘たちにこのやり方ができますか？できませんよ、やっぱり。うん、これはぜひですね、持ってみていただき、はい、これ素敵でしょ？あと、こうデニムで合わせるんだったら、私実はボストンバッグのサイズは、当時はまだモーツァルトが出てないので、はい、シュリンクで持ってるんですけど、オイスターグレー。オイスターグレーです。オイスターグレー。音声壊れてませんよ。聞こえますか？ピンクのスカーフ巻いて、まあ可愛いこれ。そうなんですよ。ね、これも、はい、なんかね、品の良いオイスターグレーが、一気に、この、ちょっとワンオッシュ以上した、このデニム。ごめんなさい。私、ショップチャンネルさんで買った、デニムなんですけど。かっこいい。はい。これに合わせて、持っていただけたらかっこいいかな。ね、この時はなんかね、うん、ちょっとヒールのあるサンダルとかで合わせていただけると。でもね、最近ちょっとまた暑いじゃないですか。はい。暑いともなるべく、今日も天気予報で言ってましたけど、もうパフパフした格好してくださいって。熱中症とか、もうこもっちゃいけないから、体服。だからもうこういうワンピースとかはいいよ。いいね、パフパフくるから。で、このパフパフに、これオイスターグレーかわいいですね。かわいい。これ合わせられるんですよね。ブルーとグレーはこれ小林さんに教えてもらった色の組み合わせです。ですね、はい、私大好きな組み合わせです、うん。なんかやっぱりこう、水色のワンピースって、誰でも一枚持ってませんか？ね。まあ、このドンピシャの色はなくたとしても、はい、ちょっとブルー系で、ブルー系の。B さんみたいなの履いて、はい、もうペッタ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 歩きながら、はい、で、フラットシューズにね。ね。こんな合わせ方もできるという。はい、ぜひちょっと、コーディネートを皆様もご自身の今ワードロープの中、あと普段着になってるかっていうような、はい、ちょっと今日はもうカジュアルに買い物だけよっていうね、夕飯の買い物の時だって、はい、ぜひモーツァルトの28センチをお持ちいただければと思います。ありがとうございます。それでは次をお願いいたします。はい。はい、いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。今稲垣さんがデニムだったり、ワンピースだったりっていうのを、オイスターグレーと、マリーンの、お色でご紹介していただいたんですけど、私はそうしましたら次は、今人気のこのフォレストグリーン。はい。はい。フォレストグリーン、もちろん、さっき稲垣さんが、はい、紹介してくださったこういう白い T シャツにももちろん合うんですけれども、はい。最近私、カラー T シャツを、はい、これ実は主人の、メンズの T シャツなんですけれども。かわいいね。やっぱり。はい。じゃあ、なんかちょっと私でも着られそうなサイズ感で。そうなんですよ。ね、ちょっと、なんかサイズ、私のサイズじゃないのっていう。ちょ最近大きめの T シャツも、ね、レディースで。絶対これ、ハキちゃん着たら、鍛えてるから。そうなんですよ。パッツンムキムキの、なんかちょっとマッチョだから今。そう。でも、こんな、はい、ちょっとカジュアルな T シャツに、はい。ロンスカ。うん。で、こんな風に。ああ。持ったら、いいですね。なんか迷彩の T シャツも、はい、カモフラージュも、可愛くお持ちいただけるんじゃないかな。うん、サクッとね、なんか、さらっと巻いたスカーフとこの感じが。はい。ま、デニムでももちろん、合わせていただくことできるんですけど、うん。すみません、カチンって言っちゃいました。これでも、ほら、あんまり可愛い。もう間違いない。うん、間違いないですよね。でも、ロングスカートにもこのモーツァルトだからいけるっていう、ね。そうだね。確かにね。はい。こういうところですよね、素材って。はい。うん。そして、まあこれね、人気なので、ちょっとお早めに。あ、そういうこと。そしてやっぱりそっか。はい。だってずっと一年中使えそうな色なんだもん。そうですよね。はい。お待たせしました。はい。こちらのキャメル。もう、ちょっと、ベースはこちらですね。白い T シャツにデニム。はい。稲垣さんにやっていただいたように。はい。かないかな。の、こう当たり前のように。これ、うん、オレンジのサンダルとか履いたら可愛くないですか？いい、うん、ね。これで、ね、もちろんいいんですけれども、ちょっと、さっきの、うん、フォレストグリーンに使った、うん、こんなロングスカートに合わせても、ね、うん、急に、
またちょっと違うね、はい。違う性格になりますよね。T シャツを着てる分だけ、ちょっとこう夏らしさがあって。うん、そうなんですよ。カジュアルに。はい。これがブラウスだったり、うん、あのジャケットだったりするとまた一味違うんですけど、うん、なんか T シャツにロンスカに、このモーツァルトのキャメル、カラメル。うん。ちょっと、なんか素敵な時間を過ごしていただけると思うんですが。最近本当大人も、ね、年齢問わずに T シャツ着られるようになってきたので、はい、私たちの若い子なんて T シャツ着て仕事場行けるかみたいな、ね。サンダルとかも NG でしたよね。絶対絶対。うん。まあ、サンダルもいいんですよね。うん。そして、まあ、これ、どうですか？普通だけど、かわいい。かわいい。うん、ね。うん。スカーフってほんといろんな巻き方あるんだね。長さによっても。はい、いろいろ。うん。で、ちょっとこうやってね、ポイントに、こう、スカーフ巻くだけで、28センチボストンがカジュアルダウンするんですけど、オーセンティックな T シャツにデニムもそうなんですけど、これ意外に、黒はおしゃれに持てる。皆さん、ボーダーのタンクトップなんかお持ちじゃないでしょうか。うんうん。そして最近、セレクトショップで、若い子たちが割とこのサテンのね、スカート。あ、多いね。多いですよね。光ってるの多い。そうなんですよ。河川で、すごい安いのたくさん売ってるんで、探してみてください。ほら、可愛くないですか？いい。これで意外にスニーカーとか、急に大人になったね。うん、ぺったんこサンダルでもいけると思うので、うん、割と28センチボストンのマックスカーフの色、に合わせてコーディネートでもいいですし、はい、もう手持ちのものをこうやってスカート、デニムに合わせていただける、もう幅広く楽しんでいただけるのが実はこの28センチボストン、モーツァルト。逆にそのすごくシンプルな、はい、オーセンティックなバッグだからこそ、スカーフも、はい、こうちょっとこう、そうですね、なんていうんですか、アレンジに使いやすいし、はい、バッグ自体がね、デコラティブじゃないから、自分のものにできるね。そうなんですよ。それで素材がいいので、うん、このスカーフのシルク感に負けない。本当ですね。で、この巻き方は時間かかりました、はい、すぐです、すぐです。ここを蝶々結びして、片一方くる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 ってやって、ここでピッて止めるだけなので、あっという間にスカーフ巻き方、彼巻き方とかで検索 YouTube でしてると、皆さん丁寧に、いろんなお店の方もやってますし、普通に女性の方たちがたくさん、今、やってらっしゃる。暑いからもう、やスカーフ首には巻かないんで。そうですね。いっぱいあるし、あと結構、昔かったけど、これなんかちょっと首に巻くと時代っぽくなっちゃうんだよねっていうのは、バッグに巻くといいですね。やっぱり、ハンドルにこう、シンプルに巻くのは、細長い。多分、縦長のありますよね、はい。これがそうなんですね。うん、で、これは、実は、私よく、コンクルージョンのトートに通してる、はい、ちょっと幅広の、このぐらい、そうですね、アスコットタイみたいなタイプのスカーフです。で、こちらが、これはもう本当に正方形のもので、うん、正方形も巻こうと思ったら巻けるんですけど、結構ね、ハンドルが厚くなっちゃうので、まあ、太くなるっていうのは、なんかさらっとこんな風に巻いていただくだけで、はい、多分皆さんたくさんスカーフをお持ちだと思うので、はい、昭和に生きてきた私たちは、はい、でもね、今ね、やっぱり、こう、バッグとスカーフのアレンジで、スカーフがとってもね、売れているようです。そうなんだ。はい。確かに個性が出せる。いいかも、うん。そうなんです。なので、この28センチボストンが、しかもモーツァルトだから、このスカーフとの相性が抜群にいいので、はい、ちょっと試していただけたらな、と思っております。やりたくなりました。はい。お家帰ってちょっといろいろ考えてみながら楽しみます。ぜひぜひ。はい。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。